こんにちは。今回は次郎号について知ろうということで、今回は次郎号のことについて詳しく分かりやすく解説していきたいと思います。まずはなぜ上田が次郎号のようなボロ車に乗っているのかをはじめに簡単に説明したいと思います。なぜ上田が次郎号のようなボロ車に乗っているのかを一部簡略化して説明すると、1996年大学院から世話になっていた柏崎教授が長年愛用していた通勤用の車を上田が譲り受け、修理しながら大切に乗っているうちに愛着が湧き、自分の名前を取って次郎号と名付けて、この次郎号に乗っています。次郎号の車種は設定上では1966年式トヨタパブリカ UP10 型となっていますが、正確には1965年式パブリカデラックス UP10D 型となっています。ここでパブリカデラックスのスペックなどをまとめたので簡単に説明していきたいと思います。色は純正色ではなく、後からメドーグリーンに塗り替えたようです。そして大きさは全長 3585mm、全高 1380mm、全幅 1415mm となっており、車両重量は 600kg となっています。その他いろいろありますが、今回はカットします。次郎号の外見をぐるっと見ていきましょう。前はボンネットの部分にパブリカのマークである PC という文字があります。なぜこの車にはトヨタ車のマークではなくパブリカのマークしかないのかについては自分の推測ですが、こう考えてます。このパブリカシリーズを売る専用の店としてトヨタパブリカ店というものがあったらしく、現在のトヨタカローラ店の元となっているようです。なので多分ですが、レクサスのような特別な車にしたくて、トヨタ車としてではなくパブリカとしてこのようになったんじゃないかなと思います。当時は大衆車の需要を伸ばしたいみたいなものがあったらしく、国も大衆車を増やしたい的なものがあったらしいので、実は上田が乗っている次郎号はただのボロい車ではないことがわかります。そしてバンパーのところにも注目してほしいのですが、右側の部分に文字が書かれているのがわかると思いますが、この文字は英語でトヨグライドと書かれています。これは1959年にトヨタが初めて作った2速半自動式 AT の名前で、最初は商用車の車が選ばれ、そして高級車のクラウンが AT 機能を追加し、1962年3代目に AT 機能を追加したのがパブリカ P20 系らしいです。次郎号は1965年式のパブリカデラックスなので、デラックスにも AT があったってことですね。もともとデラックスはパブリカの上位グレードとして作成された車なので、 AT があってもおかしくないですね。正確には通常時は2速で発進走行し、坂道などでは1速に入れるという仕組みになっていたらしいですが、それにしても次郎号が AT 車だったとは思いませんでした。左右はウインカーランプが左右違うのがわかると思います。純正のウインカーランプは右側で、左側は後から変更したのではないかと思います。実は設定上のパブリカ UP10 型は左右の側面にウインカーランプはついていません。あとは劇場版でナオコに壊された左のサイドミラーがガムテープで留められています。これは無理やり撮影のために撮ったので復元はできないようです。同じくパブリカ UP10 型はサイドミラーすらついていません。そしてトリック3から外れるようになったドアですが、実際にはボルトで止められていて、ボルトを締めれば普通に外れないようです。後ろは左側に給油口があるのがわかると思います。出っ張っている給油口はかなり珍しいですよね。そして右側にあるバックライトはいろいろ調べてみましたが、純正のものではないようです。ふと気づいたのですが、次郎号のトランクを開けているシーンって見たことないと思います。パブリカデラックスが実際に見れる場所ですが、現在整備のため見れないそうですが、高知県にある四国自動車博物館という場所でパブリカデラックスが展示されています。ただ写真を見ただけなので分かりませんが、
パブリカデラックス発売当初のものの可能性があり、1965年式のものかどうかは分かりません。写真を見る限りトヨグライドの文字がないので、型は同じでも発売当初のものだと思います。そして設定上のパブリカ UP 展は、愛知県にあるトヨタ博物館で見られます。もし行ける方がいれば、コロナが収束した後に行ってみるのはどうでしょうか。最後に次郎号についてまとめて、この動画を終わりにしたいと思います。次郎号は、大学院の頃からお世話になっている柏崎教授から譲り受けたもので、車種は1965年式パブリカデラックスアップ 10D 型で、色は純正のものではなく、メドーグリーン。そして次郎号は AT 車である。いかがでしたか？詳しく解説していきましたが、ただのボロい車ではないことがわかると思います。そもそも日本の大衆車の中ではパブリカシリーズはすごい車らしいので、上田がずっと乗り続ける理由もわかりますね。昔の車の割に性能はいいんじゃないでしょうか。燃料タンク容量が25リットル、燃料消費量が 24km ということで計算してみると 600km 走れるということなので、ガソリン満タンで高速道路を使って東京から秋田まで、東京から和歌山まで行けます。スピードも110キロ出るので一応高速は走れますね。せっかくなので次郎号としてではなくパブリカとして、サイトで解説というか調べたことをまとめるのもいいかもしれませんね。それではまた次の動画でお会いしましょう。